あ、そうね、これをやったら実際なほとんどは声でインド音楽したらピザーシャーすごいスケール踊るやつだからそうそうそうすぐめっちゃいじってしまう、うん、あ、これがちょっとサクサクサクあんまりね、あんまり良くない。今映ってます。お。けど、あ、ちょっとディレイが。ディレイしてる。けど、それわざとあのディレイ。ディレイする、した方がなんか音が途切れないから、うん、ライブでやるとすごいちょっと通信が弱いと、うんはい、なる、うん、こうなっちゃうから。で今こっちのチャットになんかアドレス、あの URL 変えましたって今チャットした。ああ。うん。からこっちに来てくれれば大丈夫。新しい URL かな。あ、来てくれてる。ごめんなさいね。ちょっとごめんなさい。あのうまくいかなくって、今、急遽、ステージを変えてやってます。大丈夫です。来てる。あ、うん、全然今あ違うのを見てます。はい。あ、こっちに人が映って来てくれています。あ、ね、ディレイなくなった。今、音切りました。あ、わかった。はい。ちょっと始めましょう。ごめんなさいね。あと1分ぐらいで始めますので、少々お待ちください。ちょっと今ツイッターでもこっちのアドレス見てくださいって流しますね、
よかった。はい。ごめんなさいね、本当に。ということで、長らくお待たせいたしました。インプロレクチャー&デモンストレーションです。皆さん、どうもこんばんは。お願いします。いつもあのインプロについて、お話をして、まあいつも役者さんがいてデモンストレーションでするんですけど、今日はちょっと特別なゲストをお招きしました。ケビン・マキューさんです。今日は皆さん、よろしくお願いします。もう初めて会ったのは、すごく前ですね。11年前ぐらい、はい、ケビンがもともとアメリカから来るときに、そのアメリカの僕のインプロの先生が今度、素晴らしいミュージシャンがキーボードとアンプを背負ってくるんでぜひ会ってくださいっていうふうに言われて、で多分日本に来てすぐ会いました。すぐに1週間前だ、ね、間に本当にキーボードとアンプを背負ってきてくれて、でその日がちょうどワークショップの日だったので、うん、もう早速来てもらって、その日にあのインプロソングのワークショップをして、すごい良くて、でその次の月に企業研修行きましたので、はい、そんな風にして、もうそれからずっとケビンさんと一緒にワークショップをしたりとか、うん、あとは一緒にパフォーマンスをしたりとか、そういうことをやってます。で、ケビンさんは、普段は、やっぱり、ピアニストとして、ホテルのやったりとか、ライブでやったりとか、いろんなところでやっていて、うん、半分ぐらいは楽譜があって、半分ぐらいは作曲ですか？そうですね、まあ、半分半分、うん、ミュージカルだったら、たまにライトクラシックだったら、まあ、あの楽譜使うけど、あの即興、まあ、たくさん、ジャズだと、まあ、もちろん即興があるんだけど、もうメロディー、書いたメロディーもあるし、なんか、結構、まあ、純粋な即興はあの珍しいかもしれない。でもここは今日は純粋な即興です、ね、そうですよね、そう。だから完全にケビンさんも即興でやるし、うん、僕も即興でやるということになります、うん、今日役者がいないで僕は歌います。しょうがないあの僕があの、デモンストレーションしたいと思いますけれども、今日はせっかくなのでソロで、僕一人しかいないのでソロでできることで、うん、ケビンさんといろいろインプロソングのなんかこんなことができるみたいなことをちょっとやりたいかなと思って、でいろんなバラエティー、いろんなジャンルとかいろんなスタイルをちょっとご紹介しようと思います、うん、やりましょう、はい最初ちょっとブルースとかからやってもいいですか？ああ、もちろん。はい。ケビンさん、ブルースがする時なので、うん、はい。ケビンさん、ちょっとブルースどういう音楽かちょっと教えてもらってもいいですか？ああ、なんか、5分の間、1分の間。まあそうですね。最近やってるブルースは結構なんか、一つの、フォームになりました。まあ前はいろいろな、なんか結構自由なフォームだったんだけど、最近は結構なんか、ブルースって言ってたら、あ、じゃあ、ブルーズ、12バーブルーズということをやります。それはなんか12バーで12小節。で、12の小節の間に、何か歌って、で、なんか待って、それなんかフォームが本当にありますね。で、まあ、12小節は、まあ、短いから、何回何回、繰り返して、まあ、終わりです。ちょっとじゃあ、12、書いてくれますか？書きましょうか。書きましょう。これは一小節。二三四。はい。で12小節です。トパルです。はい。じゃあケビンさん、ちょっとコード進行だけ聞いてもらって、僕カウントだけするので、その12小節ってやってるってことですか？はい。これが12小節。OK。ちょっとやってみましょう。はい、OK、最初からね、イントロなし。イントロなし。OK、ワン、ツー、スリー、フォの塊がどんどん伸びていく、うん、でずっと歌うとうるさいから開けるんですよ ね。そうですね普通はこの最初の2小節ぐらい何か歌って、例えば何でもいい、でこの2小節はなんかピアノからとか別の楽器からリスポンス返事します。コール&レスポンス、はい、これはなんかこう
で、これはリスポンスみたいな感じで、もう一回コール、コール同じものでも大丈夫ですコール、認証節で、リスポンス、なんでもいい。で、最後はちょっと変えて、認証節で、リスポンス、こういう感じ、はい。じゃあちょっと歌ってみましょうかね、うん、で、大体ブルースはちょっとブルーになることの方が多い、うん、かわいい何でも大丈夫だけど、何でも大丈夫だけど、もともとはアメリカの、アフリカから連れてこられた人たちが大変な仕事をしなきゃ、うん、困ってる時とか、うん、そういうのを歌うことが多いので、うん、そういうテーマのことが多いんですけども、うん、じゃあせっかくなんで、もう1曲目やっぱもうコロナ最初だけにしましょうね、うん、最後コロナになってちょっと嫌なこと1個お客さんからいただいて、それについてブルース歌いたいと思います。はい、何か1個アイデアいただけますか。太ったブルース太ったブルースで、見てる人は、まあ、もしちょっと分からなかったら、最初にイントロダクションやるので、普通はなんか4小節ぐらいやって、で、ドミンゴさんは、まあ、トップから。はい。OK。はい、ちょっと分かりました。OK。太ったブルース。歌いますよ。めっちゃ太った。めっちゃ太った。食べることしか楽しみがない。ズボンがきつい。家ではジャージ履いてる。ああ、こんな感じで最初の2つは似たようなことを繰り返して、最後ちょっと変える、うんうん、本当はライムって言って韻を踏んだりもすることもあるし、うん、まあいろいろですけども、そうですね、はい、とりあえずなんか A はいつも繰り返すので、なんか歌いやすいと思います。なんか A 一回だけやってなんか落ち着けるリラックスできるみたいな、なんかそんなプレッシャーがない、なんかもう一回なんか繰り返すので、なんかまあビギナーとしてブルーズ本当にいい感じ。一番難しいポイントは多分数える印象説はなんかどんな長さとか、それが一番難しいかもしれない。それがつかめればなるほどね、うんうん、はい、ありがとうございます。さっきケビンさんとちょっと話をしたんですけど、割と音楽ってこういう何かをこう出してきて、それに対して答えてっていう2つのものがこう絡み合ってできてることを、うん、今日いろいろやる歌もそれが、そうね、A と B とか違うもの、違うものがこう、うん、こう一方に対して答えるみたいな感じでいく音楽がたくさんありますね、うんうん。ちょっと違う音楽やってみましょうか。今日なんかいきなりですけどね、いきなりのことになって、はい、シャンソンやりましょう。シャンソン、はい、フランスのあ、僕別に音楽に詳しいわけだけど、適当に遊んでるだけなので、はい、今日はそれ。僕らが即興でシャンソンやるときには、なんか前半は割と言葉みたいなボソボソボソって歌う、で、あんまりメロディーとかもこう抑揚をつけないで言葉、うんうん、で、それがあった後、サビの部分になってこうたっぷり歌うみたいな、うん、言葉は少なくてもっとメロディーをたくさん使って声量もたくさん使って歌うっていうイメージがありますけど、うんうん、ケビさん、なんかシャンソンはどういうイメージとか。まあそうですね、ロマンチックな、ロマンチック、ね、フランスから来たし、うん、アコーディオンもやってもいいし、そう、ケビさん普段アコーディオンもやってそういうことですね、はい、じゃあお客さんからもらうタイトルもちょっとロマンティックな大体の歌が全部でこの中で 100% あるとすると8割ぐらいは恋の歌ですね、基本的にね、うん、
でその8割のうちの半分が、恋が実って嬉しいという歌で、半分は恋が終わって悲しいという歌です、ね、それぐらいも恋が、うん、あのリソースですけれども、うん、じゃあちょっと悲しい方のシャンソンにしましょうか。別れる原因みたいなものをちょっといただいていいですか。すれ違いですね。じゃあすれ違いのシャンソンで、僕ちょっともう一つ、なんか僕はある女性に対するちょっとシャンソンを歌うんで、女性の名前をもらっていいですか。じゃあさゆり。さゆりとすれ違ったシャンソン。さゆり、あなたはなぜ私のもと離れていくのか、私が悪いというのか、いや君だって悪いとこもあったよ、僕らはどちらも悪くない、そうすれ違い、あーすれ違い、僕らはさゆり、僕らはすれ違ってしまったね、前半の方あの音量が小さいと思ったライブの方、あれわざと小さくなってる。最初はもうボソボソってあの声張らないようになって、サビのとこすごい張ってる。バラードみたいな、そのバラード僕を勝手にシャンソンなんかボソボソっと歌うののイメージで言うと、ボサノバもなんか僕はボサノバのボソボソっと歌う、ボソボソなんかあんまり抑揚なんか盛り上がる感じがなくて、ちょっとリラックスした、メロディーもそんなになんかあのジェットコースターじゃなくて、もうちょっとストレートみたいな、クールみたいな、ちょっとボッサノバ、ちょっとでボッサノバラテンの音楽ですよね。うん、ブラジルから来て、多分もともとサンバとか、あのまあもともとアフリカから来て、あのドレとかはあのアメリカみたいな自分の音楽を作って、サンバはまあもちろんダンスとかパレードリズム的な感じだけど、あの1950、60ぐらい、あのそのあのなんだっけ、サンバのリズムを取って、なんかすごくスローダウンしてとかジャズミュージシャンがあのしてとか、サックスとかよく使って、でそれがボサノバになりました。なんかボサは大体ゆっくりサンバですよね。サンバが、そう、あのそうで、ボサはだいたい同じサンバほど盛り上がらない、じゃあ、ボサノバ1個歌いたいと思うんですけど、なんか日常のなんか本当どうでもいい、別に盛り上がったりしない日常生活でよ、あよ毎日やるようなと1個もらえますか。カフェラテを飲む、カフェラテといえばボサノバですよ、はい、じゃあカフェラテボサノバいきましょう。カフェラテ飲む、行きつけのカフェで飲む、始まりはカフェラテ、カフェラテで私は目
覚めるカフェラテがなかったら目覚めが悪いカフェラテがあると目覚めがいい私はカフェラテが大好き私はカフェラテが大好きはい、こんな感じです中身は何もないですそうそうなんかあまり意味がないこれぐらいがいいです、うん、まあ、そうね、即興だとなんかそれ、そういうテーマなんで心配しなくても大丈夫本物のマスターはもちろんなんか時々なんかもうたまにすごく深いあの、まあ、ものが、まあ、意味がある、はい、でたまに本当になんかあのカモなんかダックのカモの曲とかあのクワックワックワックとかあのいろいろなんか意味がないで楽しいだけみたいな感じ、本物でもなんかちょっとなんかゲームじゃって遊びたい、ね、うんうん、ちょっとじゃあ歌詞がないので言うと今それで思い出したんですけどスキャットも時々やるじゃないですか。あ、そうです、ね、スキャットはこうなんかめちゃくちゃ言葉っていうのかな、うん、歌詞の意味がなくってこうベラ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 こう喋ってやるやつで、うん、早いスキャットやる時もあるしゆっくりのスキャットやる時もありますけど、うん、どっちにしようかな今ボスやったからねそう早いスキャットやるのに一人だからなまあやっぱりちょっとスキャットはちょっとやってみようかな。なんかテーマとか別にああいいですね。なんか皆さんテンションが上がることってなんかテンションが上がること今晩の晩御飯が焼肉。あ、焼肉スキャットいいですね。ジュージューが時々入ったんです大丈夫ですか。大丈夫ですこんな遊びですよね、うん、本当はなんか2人ぐらいとこれ掛け合ったりとかすることができて、うん、ちょっと余裕もあるって1人でやらなきゃいけない、うん、そうケビンさんは本当にありとあらゆるなんかジャンルの音楽ができるしケビンさんもいろんな世界中の音楽好きだし旅も好きだし、うん、住むのも好きだし、うん、そうね、僕でもちょっとなんかそうケビンさんが今まであの音楽でどういうところを旅してきたとかどういうところに住んでどんなことやったことがあるかちょっと教えてもらっていいですか。はい、あ、そうですね、一番、まあ、高校生の時、まあ、ずっとアメリカに行ったんですけどその時なんかインプロシアとあのカメラが悪い。ごめんなさい。傾いたままずっとやってた。クリスは。音声だけどでも心配。そう、高校生の時あの即興演劇とかよくやったので、もちろんいろいろなスタイル、興味があったんですよ。何でもあのボスのこととか。でも、まあ、大学生から、まあ、卒業して、
ブラジルに住んでたし、エジプトとか、あの中国、日本の、あそうですね、そうだからなんか、ラティン音楽も好きになったし、あまあ、インドネシアの音楽もすごく、あのまあ、ガバナンとか、あのまあ、いろいろ本当に世界の音楽は素晴らしいと思うので、なんかなるべく勉強したい、あとアフリカのペカシャンとか、あの本当にどこでも、アイランドのダンス音楽とか、そうね、クラシックも、本当に全部なんか、ジャンルは いつもなんか自分のいいポイントがあると思うので、なんか、そうですね、そういう感じです。ちょっとじゃあ全然違うジャンルで、うん、なんか、スローワルツとか歌ってみましょうか。スローワルツ。ワルツ。うん。うん、はい、大丈夫です。はい、ワルツ。ワルツは何がテーマをもらうというかな。なんか、うん、真面目じゃない軽い感じ。うん、僕もテーマ。ワルツって基本的に悪い音楽なんけど。そうそう。こうワンツースリーでなんかこうぐるっと回るんだからこうワルツと呼ぶんですけど、ワンツーがツーがなんで、ツーの時にキュッと引きつけるよね。うん、こうワンは真面目なんだけど、ツーでキュッと来て。で、ワンでまた話すみたいな感じで。で、あのウィンナーワンってツーが長くなるんで、ワン、ツー。ワン、ツー。あ、それ。ツーの瞬間がこう、ちょっと違う。スローワルツで、じゃあ、ちょっとちょっとヨーロッパな感じにしたので、うんうん、なんか、うん、じゃあちょっとなんか、王女様が王女様がの恋の話とかしてやるな、うん、プリンスの、うん、あプリンセスのなんか恋の話、うんうん、じゃあプリンセスがある職業の人に恋をしてしまったっていうちょっとワルツを歌いたいので何か職業を言ってもらっていいですか。ヨーロッパのこう王女様が出会いそうな職業の人です。あアラジンでレンガ職人、レンガ職人です。レンガ職人です。レンガ職人のワルツ。ちょっとストーリーテリングっぽい感じもいいのかな。はい、いいですね。じゃあ、お願いします。僕ね、ケビンさんの、ね、サルサがすごい好きなんですよ。あそっか、うん、ちょっとね、サルサ、
についてちょっと教えてほしいんですけど、はい、まずサムさんってなんかどこのどんな音楽家ですか？まあ、そうそう、あのキューバから聞いた、キューバのあの島でもともとあのキューバ、まあ、アフリカから奴隷がキューバにいて、でそれからアメリカとかブラジルに行きました。で、あの面白くて、音楽の歴史はあの なんという、サファリンってなんだっけ、かつ、サファリン、サファリン、ペイン、傷つくじゃなくて、辛いことに関係ありますよね。あの特になんかアメリカ、まあ、最近聴いてる音楽、ポップスとかあのロックとかは、もともと奴隷から作った音楽、本当になんかそういうあのリズムとかビートとか、まあ、最近もよく使うけど、あのその時はなんかすごく、まあ、大変だったので、あの本当にいい音楽作りました。でキューバは同じ、キューバはあのそういう奴隷は自分あのなんかあのまあ自分のあ楽器あんま使えなかった最初に、でなんかいろいろなんか別の面白いなんかキューバからあの楽器を作った、その時で、あの一番なんか最初の一番まあ、ベーシックな基本的なリズムはあのクラーベというリズム、クラーベは楽器の名前とリズムの名前同じ、クラーベスってこうカンカンってですね、そうなんか2つ何て言うか杖みたいな、杖じゃないか、うん、僕らあの紐ようじパンパンみたいなやつに似てると思うんですけど、はい、これそうです、これこれそうそうであの実はいろいろなクラーベパターンがあります。でも一番なあのベーシックのはあの2、3。で、2小節の間で2と3ビートがあります。あの例えば、これは1。サルサよく聞いたら普通はなんかこういうリズムがあります。3、2の時もあるし、2、3の時もあるし、いろいろ。そうそう、いろいろ、本当に。でも2、3が一番ベーシック。うん、そうですね。だから普通のメロディーも、2、3にするとサルサっぽくなったりする。そうですね。そうですね。で、サルサの間、もちろんなんか普通の曲だから、あのイントロもあるし、あの、書きましょうか。あ、ちょっと水買ってきますね。もちろんなんかイントロとかあのまあ例えばね、あれイントロだから結構自由ですねでそしてバース。で、バース、あの、A メロ、B メロとかみたいな、うちの曲。で、一番盛り上がってるところは、あの、モントゥーノという、ツーノ、わかんない、あの日本語の、ツーノ、わかんない、モントゥーノの、これ今日なんかちょっとだけモンチューノ の中あの話したい。でモンチューノの中で、なんという、ホロとあのそしてなんてプレイバーじゃなくて、ちょっと待って、はい、いつもスペイン語忘れちゃう。ホロがコーラスのホロ。ホロそうですね。うんうん、のスペイン語。Pregón. Okay. Pregón. Pregón.
プレイゴン。コラとプレイゴン。コラは本当にあのコラスよりもっとシンプルな感じ。あの本当になんか一つ のアイディア、フレーズあの歌ってあの何回、1回でもいいし、2回でもいいし、でその間はプレイゴンできる。プレイゴンはあの本当に 本物でも即興です。であの そのプレイゴンの時はあの楽器、あのソロも やってもいいし、別の人もなんかあの歌詞もなんかあのすごくあのアドリブみたいな感じでできるし、そうこれはなんか結構一番盛り上がってる時だからなんかみんなダンサーもあのちょっともっとこれはまだまだみたいな、でこれは本当になんかあのダンサーの時は一番盛り上がってる、そうだからあの私のピアノのことはあまり変わらないけど、あの大体なんかピアノのモンティーニョを弾いて、であの何でもなんかコロとか例えばあの歌ってもらって、で歌わないとき私はなんかリスポンスみたいな、そう本当にコールリスポンスみたいな感じですよね、ちょっとじゃあコロちょっと協力していただいてもいいですか、お客さんになんかすごいシンプルなことをなんか繰り返して言うっていう、はい、なんかじゃあ4文字ぐらいの単語みたいなのがありますよね、うん、そうそうそう、じゃあなんか4文字の単語を何か1個言ってもいいですか、たこ焼き、たこ焼き、okay. たこ焼きのコロ、okay.僕がちょっと少し最初リーダーみたいになって、だんだんみんなのそれを真似してくださいって言うんでしょ、たこ焼き、サルサ、サルサのたこ焼きだね。たこ焼き、たこ焼き、たこ焼き、たこ焼きはマヨで F をかける、ソースとカラマと浮気になる、たこ焼き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 、次のステップは多分みんななんかクラブとかリズム的な感じにしたら、あのレーリーみたいなあのケーキみたいな感じになる、誰かなんかクラブやって、誰かなんかコンガとかあのいろいろなリズムがあるから、それ全部であのなんかまあすごくあの合わせるから、なんかすごく楽しい音楽こう重なっていってね、うんうん、シンプルなものを重なってパターンができる、うんうん、あ水が吹っ飛んでた。さっき踊った時にちょっと吹っ飛んでた。あとどんなジャンプがあるでしょう。ミュージカルとか。あ、ちょっとミュージカルとかオペラの話、うん、ちょっとしましょうかね。うん、構造としてはミュージカルとオペラ僕は似てると思っていて、つまりミュージカルは、うん、まあ演劇と音楽ともちろんダンスも一緒になります。オペラは、まあ、演劇と歌は一緒になることがあって、ダンスもバレエが入っている時もあります。うんうん、まあ、大体それが融合されているんですけど、どういうふうに融合されているかっていうと、ミュージカルの場合は、まずセリフ、演劇のセリフでやるところがあって、でその後盛り上がってきたところで、それが歌になるっていうふうになって、セリフと歌の部分があるというふうになります。オペラはほとんどは、ミュージカルでいうセリフのところも歌だし、うんうん、で、ミュージカルでいう歌のところも歌です。ただその歌の種類が違う。さっきのシャンソンみたいな感じで違う。うんうん、言葉をたくさん使う歌のところと気持ちをこうたっぷり歌う歌のところとがちょっと違う。うんうん、ベーシックはそうね。でも
ワーグナーなんかずっともう歌い続けた。結構ずっと情熱的な。ずっともう、セリフみたいなところにずっと歌い続けた。なんか剣を作ってるーみたいなのずっと歌い続けた。しかも4時間だよ。4時間だよ。そうですけど、クラシックな古典的なオペラだと、うん、あれです、ベチタティーボダリアンという言い方をしますけども、最初のセリフっぽい歌のところはコードだけ弾いても、うん、ハープシコードなんですよね、うんうんうん、でコードを弾いてもらってそれで、まあ、即興その上で、うん、割とちょっとなんかルバートって言いますけど、うん、なんか音楽用語だとあんまりこの拍にビートに合わせるんじゃなくてその中でこう自由にこう歌うみたいな感じ、うん、でやるんですね。ルバートで盗むっていう意味らしいので、こう時間を盗んで、うん、ちょっと時間を盗んでその間ちょっと自分でこう遊んでみたいなことをずっと繰り返している感じです、うん、で、そのセリフっぽいところはあんまり盛り上がってなくて、でその後気持ちが盛り上がってくるとそれがもうちょっとダイナミックな歌になって、それがアリア、うんうん、だからレチタティーボとアリアっていうところがあるんですね、うんうん、そレチタティーボの時もあのメロディーはそんなにあのダイナミックじゃない、うん、大体なんか同じ音符でもいいしずっと、うん、あのすごく地味な感じ、うん、ちょっとじゃあレチタティー、あとオペラで大事なことがあって、普通演劇を例えば2時間の演劇を作ろうと思うと2時間分の台本を作るんですけども、もし、2時間のオペラを作ろうと思ったら10分ぐらいの台本を作る、その間歌ですごい伸びるので、はい、あまりなんか複雑なストーリーにすると入らなくなるから大体は、まあ、ワークなんとかちょっと別に感じますけど、まあ、即興歌うシンガーとしてそれを多分なんかいい感じかもしれない。なんかあの普通の多分オペラ、まあ考えると、なんか難しそうですね。でも実は逆になんか他のジャンルより多分一番ストーリーはあのすごくあのなんだっけ伸ばすからあの、まあ、一番簡単 なんか考える時間があるそう、うん、じゃあレチタティーブのちょっと例をしたいので、はい、うん、じゃあ例えば僕は王子様っていう設定で、はい、オペラの第1幕王子登場の場面をもちろんレチタティーブでやるとこういう風になるっていうのをちょっと聞いていただきたいと思います。じゃあお願いします。私は王子、私は王子、私はこの国の王子、そう私は王子、私は王子、この国の王子。これぐらいしか進まないですゆっくりゆっくりゆっくり進んでいくので、はい、これね2時間かけて作ったらもう一晩中になっちゃうからね、だからそれぐらいやりますでもそれが気持ちが盛り上がってくると歌になるっていうことがありますね。どうしようかな。レチタティーブからアリアを歌うっていうやってみましょうか、うん、今日まだやってない感じの設定って何かあるかな。なんか国の名前1個いただいて、今日まだ登場してない国がいいんですけど、何か国を1個いただいていいですか。アルゼンチンか、うん、じゃあなんかアルゼンチンを、じゃあオペラアルゼンチンをちょっとやってみたいと思います、はい、私は船乗り、私は船乗り、アルゼンチンに着いた。私一人、私一人、私一人で着いた。知らない街、知らない
ひとかちここでやっていけるのか。美しい人、ああ私の心に希望の日がメラメラと燃える日が今私の心にあの人にあの人にこの想いを伝えたいあの人にあの人に伝えたい。だから最初着いた時は何もないでもまあ大体恋の話なので、うん、素敵な女性を見つけた気持ちが盛り上がって有り上がるまで戻ってるね感じですかね。まだちょっと時間があるな。あとやってないのゴスペルとかやってないけど、ちょっと人数が多くないとゴスペルはちょっときてるよね。一人でもいいかな。何か、あと、あと、軽いやつ、なんか軽いやつ。ポルカとかできます？できる。なんかワルツみたいな感じでも。そうか。そうでもなんかキャッチな、多分キャッチな、あの、何か、何か歌って、で、一番最後になんかキャッチな、あの、フレーズがあるかもしれない。ああ、そう。あの、よく、あの、ウィンフィールのニューイヤーコンサートでポルカっていっぱいありますけれども、うん、で、なんかあの時代のね、あの、ヨハン・シュトラウスとかっていうのは、なんか結構、うん、パーティーの時にポルカをやるから、うん、そのパーティーの人たちがどういう人たちかっていうので、そのポルカを作曲する。うん、だからなんか事務員のなんかパーティーだと事務員ポルカっていうのができたりとか、うん、なんかあの、技術士の集まりだと技術士ポルカっていうのができたりとか、うん、なんかそういう風にしてなんか職業のポルカがいっぱいできたりとかしますけど、ちょっとなんか今日は子供っぽいポルカをちょっと歌いたいかな、うん、なんか子供が喜びそうなちょっと、はい、あの NHK 教育言ってるかなポルカを歌いたいんですけども、はい、じゃあ子供が好きそうな動物を1個いただいていいですか。ウサギ？ウサギ？じゃあ、ウサギのポルカ。はい。あ、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 ウサギが跳ねる。ぴょんぴょん跳ねる。ウサギだろう駆け巡る。ウサギは走る。ウサギは走る。なぜだかわからないけど走る。ウサギを狙ってる怖い動物もいる。そんなことも知らずに走る。ウサギが跳ねる。ウサギが跳ねる。だから足が上手。ウサギのポルカ。お前もちょっと最後あと 1,2 曲っていう感じですけど、まだやってないことがあるかな。やってない。カウボーイソング。カウボーイソングしかやったことないですね。やりましょう。何々カウボーイソングに登場してください。まあそうですね。あのカウボーイは確かに家からあの出てなんか田舎に行ったからなんか
あのいろいろなんか誰かとか何か懐かしい曲なので、ああのそうそうちょっとカントリー、カントリー、そうもちろんカントリー、うん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 、カントリーね。じゃなんかカウボーイが何かを懐かしんでいるような歌を歌うね、うんうん。もちろんなんかあとは自然ななんかテーマあのなんか。Rocks and, あの山とか、あの、はいはい、自然青空とか、あの自然を歌う感じね。そうそうそう。はいはい、なんかすごいロマンチックな感じですね。大丈夫ですか？ OK。まだ分かってないかもしれないけど。じゃあ、カウボーイソング。自然を歌ってみましょうかね。自然の歌にしましょう。ここで生まれて、ここで育った、この青空と茶色い山肌、サボテンたちに囲まれて、昼には羊を野原に連れて行き、俺は一人岩の上で口笛を吹いてた。歌の裏に映る かっこいいね、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 歌ってて気持ちいい。ああそうそう、ケビンさん、ちょっとニューオーリンズとかちょっと南部の方の方も好きやね、アメリカ。そうですね、アメリカはね、たくさんジャンルがあるから、本当に、まあ、歴史も、まあ、音楽の歴史は割と長いし、そのニューオーリンズは素晴らしい、なんか、いろいろな国から音楽ですね。スペイン、あとはアメリカン・インディアンのもともとの人で、フランス人もたくさん、ニューオーリンズの中で、うん、まあ、普通のアメリカ人、奴隷、アフリカ、すごくなんか、アメリカの何だっけ、鍋。はい、鍋。そうそう。まあ、ジャズはニューオーリンズから来たし、うん、なんかいろいろ面白いリズムとかスタイルがあるし。うんうん、なんか、歌ってばっかりだったらあれだから、ケビンさんに、ちょっとラグタイムとか、ケビンさんと。ああ、ラグタイム。うん、ケビンさん、ソロでもいいかもしれない。どんな。その古いアメリカの音楽、ちょっとジャズになる前の音楽ってどんな音楽だったか、ちょっと皆さん紹介します。そうですね。なんかテーマがあった方がいいですか？そうですね、テーマ、インスピレーションが欲しい。なんか古いアメリカっていうと、なんか連想するものってありますか？ちょっとネガティブだと、それこそ差別とか。差別、差別、うんうん、差別ラグタイム、差別ラグタイム、差別ラグタイム、OK、はい、聞きましょう。あ、すごい。Thank you.
music. ragtime, ragtime, right? Just ragtime. So, so, so. 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 So, so.即興で作るときに、即興で歌われて弾かれてるときに、コード進行がそれぞれジャンルで大体決まってるんですか？なんとなくこう、うん、なんかこう、スタートからゴールまで、なんとなくこう、曲調が、あうんの呼吸がある気がして。ケビンさんはどう思いますか？コード進行は面白いね。多分、コード進行はそんなに関係ないと思います。関係ない？関係ない。あのなんかデモンストレーションできるかもしれないけど、あのリズムの方が一番大事かもしれない。例えば、まあね、普通の C コードです。ね、でそれはなんか、ポップスだったら、なんか、まあ、あの、ポップスで、なんか。1,6,4,5 あのコードしてたらね、あの結構 OK で、なんかあそうですね、なんかもっとロックみたいな感じだったら楽器とかなんかあの変わって、もうリズムあ、まあ、なんだっけ、ちょっと待ってあみたいな、で、もしかしてあのさっきのボサノーヴだったらなんか6 4 5みたいな、そうベースライン、まあもちろんベースラインを書いて、うん、そして音楽とかリズム、でもコード進行はなんか みんなあの歌ってるから変なコード進行だったらあの歌を難しいよね、うん、歌いにくいね、なんかこれみたいな感じがすごく難しいと思います、うん、僕は逆にケビン、特にケビンさんとやるときはここは結構長くやってて信頼関係があるので、ケビンさん、僕がケビンさんのピアノを聴いてそれに合わせちゃうとケビンさん退屈なんですよ、全部もう何もすることがなくなっちゃうから、だから僕はわざと和音にない音とかを自信を持って歌ったりすると、うん、ケビンさんはそれを回収しなきゃいけなくなるからそっちにコードを持っていくとか転調するとかにしなきゃいけなくなるんですよね。だからそれを仕掛けますやっぱり、そうするとケビンがに刺激になるから、つまりそうしないとケビンがずっと音楽を作って僕はそれに合わせるだけになっちゃうから、はい、それは気にしてます、うん、でも大体、まあ、あの伴奏の時はなるべく簡単なコード進行をして、で、あのニュアンスはリズムのニュアンスとか、まあ、普通の C じゃなくて C、あのメジャーとかメジャー7とか、あのおいしいな、なんかそれなんかもっと面白いかもしれない、あの私自身なんかもうちょっとなんかあの基本的に同じコード進行だけどリズム、ベースで、コードの味、コードの何だっけ、あのちょっとニュアンスが、そう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 、あのこれじゃなくてみたいな感じで、そうみたいな、なんかいろいろそこでいろいろできると思うけど、基本的になんかコード進行は簡単な感じです。なるほど、確かに、いいですか、どうぞ。なんかずっとこの1時間ぐらい高橋先生が歌われてるのをケビンさんがずっとこう見てらっしゃるじゃないですか、うん、で普通に考えれば音だから聞いてればできるのかなって思いがちな気もするんですけど、うん、高尾先生の何を見てたんだろうなってすごい気になってて、そう何を見てそのこっちに落としてたんだろうって、あそうですね、うん、あの日本に来たとき、日本もできなかったから、あの人の顔をなんかよく見た、そのなんかエクスプレッションが、なんか、あのハッピー、サッドみたいな、悲しいとか、あの日本語、歌詞分からなかった、そもそも。はいはいはい、そうそう。で、あの今、大体分かってる。
と思うけど、そういうなんかハビット、そのなんでハビットというなんか、ハビット、いつも、習慣、うん、そうそう。だから僕、あとはなんか、ムーブメントとか、ボディーラングジが、すごく、伴奏者として、すごくボディーラングジが大事だと思うので、いつもなんか、役者を多分よく見てる。表情とか、こう体の熱量みたいなのを結構目からキャッチする、で逆に歌う人は演者でもあるので、この人はこっちに向けてエネルギーを向けたいです、ね、だからこの人がこうやっちゃうと、コミュニケーションは良くなるんですけど、お客さんと切れちゃうので、だからなるべく僕はこっちに向けて歌ってケビンが見ててくれる、たださっきのルバートとかここでちょっとフェルマータしたいみたいな時は、ブレスとかそういうので、やっとケビンがそれに合わせてくれるって分かってるので、後ろから。普通の仕事はジャズシンガーと一緒にやってるから、ジャズシンガーはいろいろボディラングジがありますね。なんか次のコーラスとか、まあ、ジャズは即興だけど、いつも順番とか、ステージですぐに決めるので、そういう時々な恋みたいな感じとか、こんな感じとか、すごく多分客さんは分からないけど、ミュージシャンのお互いにすごく大事なので、シンガーは見ないとクビになるかもしれない。見てください。私のキューとかね、キューがよく出すから、みんな、それはなんか、ジャズミュージシャンのなんかトラウマだったから、なんかよく見る。クビになるよ。ちょく出るその歴史的背景とか、その音楽に根付いた文化みたいな話があったので、すごいそこに興味があって、だからさっきリズムで、まあ、なんですか、コード進行じゃなくて、リズムで結構、まあ、その、なんですか、曲の雰囲気をサルサとかが出るみたいな話があったんですけど、リズムって歴史的背景にはすごいつながってるんですか？リズムと歴史の話ね。もちろん。なんか、よく農耕民族である日本人は、4拍子みたいな感じの話を聞いたりとかよくするんですけど、そのなんか歴史的背景をなんか一部分でもなんかお聞きできたらなと思って。そうね。まあ例えばブルースとか、ブルースのリズムは電車からよく聞いたし、その時代は電車はすごく大事だった。で、最初は、なんだっけ、スティームエンジンっていうのは蒸気機関、があったんだけど、でもうちょっとなんか別のリズムがあったんでも、もっと電車から来たの速くになった、多分なんというか、みたいに触れた、もっとなんか元気になったかもしれない。でも、例えばね、いつもなんかリズムと歴史は本当になんか関係あるけど、そう全部わからないな、もうちょっとなんか研究した方がいいかもしれないけど、まあそうですね。マグノリアスターみたいな、なんかニューオーリンズからシカゴに行く、こう、ずっと長い長距離電車があって、それがやっぱりブルースとかジャズの元になってるっていう、ね、それが。あとはもちろんアフリカの、リズムはアフリカの音楽の人がすごい強いから、そのさっきの、ね、ラテンの音楽がミックスだから、そのことは。そう、なんか、ブラジルのサンバのリズムをよくなんか見たら、聞いたら、多分、西アフリカの、なんか、すごいもともとの西アフリカのリズムと大体同じで、そう、西アフリカの奴隷は、ブラジルに、行ったので、なんか、大体同じリズムを持ってきた。そういう感じですか。じゃあ、名残惜しいです。最後、じゃあ、一曲歌って終わりにしたいと思うんですけど、はい、もう皆さん、これ聞いて、多分、寝ると思うんで、はい、じゃあ最後、なんかちょっと、穏やかなララバイっぽいのを、ちょっと、はい、歌って終わりにしたいと思います。なんか皆さんがこう、大事にしてるものとかってなんか一個もらいたいんです。それは物とかそういうものでも構わないですけど、人でもですけど、家族、じゃあ家族の名前。はい、165 お父さん。ありがとう。あなたは私に強さを教えてくれた。お母さん、ありがとう。
なたは私に優しさを教えてくれた。弟、妹、あなたたちは僕に責任を教えてくれた。僕は家族からできているのかもしれない。僕はみんなのために何かできているだろうか。みんなの幸せを僕から祈って。ということで、最初にいろいろと通信のトラブルがあって申し訳ありませんでしたけれども、無事に、はい、ケビンさんを迎えしてたくさん歌ってたくさん楽しんでいきましたということで、じゃあ今日のレクチャーのでも終わりにしたいと思います。ゲストはケビンマキエさん、最後お聞きになってください。動画を見てくださった皆様、どうもありがとうございました。じゃあこれで終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。切りまーす。じゃあ皆さん、さようなら。